島野がリリースする最新タックルの情報をいち早くご紹介するコンテンツ、島野タックルインプレッション。今回はアユ釣りから島圭吾さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今シーズンのアユ釣りを楽しみにされている方すごくたくさんいると思うんですが、はい、今回はどんな製品をご紹介いただけるんですか？はい、この竿が、新しくなってます。リミテッドプロ TF っていう竿になります。この TF って具体的にどういった竿なんですか？そうですね、こう近年、両径がよく釣れたりとかする部分に対しては、やっぱこう竿の力強さってやっぱり一本である程度対応ができる竿がやっぱり欲しいなってところがあるんで、この竿は、その辺を考えるといろんな状況に対して対応ができるパワー系ロートになっていると思います。おお、それがどう新しくなったんですか？根本的に、この竿はですね、穂先が3本、はい、まずついてます。3本も、はい、標準チューブラが、まずついてるところから、パワータイプのチューブラが、さらにソリッドタイプのパワータイプがついてるんで、はい、いろんなシチュエーションに合わせてこの1本で両径との、やり取りが楽しんでもらえるような竿に仕上がってると思います。それ具体的にはどう使い分けたらいいですか？普段こう流れのあるような場所から、流れの緩い場所での釣りをしてもらうのには、標準穂先でいいと思います、はい、あとこう流れが強くなってきたりとか、より大きな魚が釣れ始めた時にどうしてもやっぱ竿の性能もさることながらおとり操作をするのにですね、やっぱ穂先を変えれば変えただけ大きいものにも同じような操作ができるというところで、パワータイプのチューブラと、パワータイプの RS ソリッド、そこでまた今度使い分けができるんですけど、はい、よりこう重りを使ったりとか、される方には、パワータイプのチューブラを使ってもらう、はい、重りを使わずに操作をしたいという人にはソリッドタイプのパワータイプを使ってもらえるとより、幅広く使っていただけるような竿に仕上がっていると思います。なるほど。これ作るのにこここだわりましたっていうところありますか？パワーロッドは、こうしっかり、重量を乗せて作ればパワー出るんですけど、はい、実際重くなっちゃうと今度やっぱおとり操作がしにくくなるんで、そんなところを考えた上である程度重量もそこにパワーもっていうところを両立するのにはちょっと苦労したような気がします。そうなんですね、はい、これ実際使われて、はい、どうですか使用感は？九州へ行って、どれぐらいまでっていうところを考えると、はい、使われる人には興味があるところだと思いますけど、はい、実際釣った中の状況だとやっぱ27、8、9ぐらいまでが仮にかかってもやり取りをするのにはやっぱ竿が仕事してくれるっていうところがやっぱりあったことを考えると、パワーロッドとしては、安心して使ってもらえるところだったんじゃないかなというふうには思いますね。九州はやっぱりサイズが大きいんですか？そうですね、やっぱり皆さん行かれる状況は、やっぱこう九州の川、球磨川とか尺を狙われる方がやっぱ多いと思います。かといって近年もやっぱりいろんな河川でやっぱ大きな魚が釣れるタイミングがあると思うんで、大きいものがやっぱ釣れる河川にとってはこういう竿が1本あるとですね、いろいろ対応ができるんじゃないかなと思います。じゃあもう両径の情報が入ったらぜひ持って行ってほしいですね。そうですね、穂先をですねうまく使い分けていただければかなり皆さんの釣り方に対して対応がしていただけるような竿になっていると思います。はい、次にもう一つの竿はどういった竿なんですか？はい、プロセレクトシリーズの中に、RS というソリッドを使った竿がですね、今回新しくなってます。そしてですね、ソリッドタイプの竿はどうしても標準穂先がこう柔らかいっていうところがあるんですよ。その柔らかさをうまく今回もこのプロセレクトシリーズはどうしてもこの両径にうまく対応ができるようにですね、パワータイプのソリッド穂先がついてます。実際ですね、ソリッド穂先、標準と、パワー穂先がここにあるんですけど、実際こちらが標準です。こちら標準、ちょっと曲げてみてください、はい、おお、結構柔らかい。柔らかいです、しっかり曲がります、そうですね、で、この穂先に対して、だいたい20センチぐらいの魚をうまく操って操作できる状況での穂先の調子に仕上げているんですけど、こちらがパワータイプなんです。実際、ソリッド穂先って言われると、ソリッド穂先なんですけど硬さが硬い、これぐらいちょっと曲げた感じでは違うところを考えると、やはり釣れる魚も変わってきますし、シーズンの中でやっぱ初期から後半までやっぱりこうサイズが変わってくる中で
1本である程度こうソリッドでも対応ができるっていうところが今回このプロセレクト RS に対して標準とパワー穂先っていうのをうまくつけてですね、より楽しんでいただければいいかなというふうな、セッティングになってます。これ触ってみるとこんなに違うんですね。そうですね、この違いね、やっぱりおとり操作、またつる場所、サイズ、まあ、いろんな部分での対応力っていうところがやっぱあるんで、うん、ソリッドもこれぐらい違うことによって、うまく使い分けてもらえれば楽しいアイ釣りができるんじゃないかなと思います。はい、こちら2アイテムあるんですよね。はい、そうですね、まあ、標準的なまあ長さとしてまあ9メートルですね。あとは8号っていうものがですねあります。8号に関してはよりこう穂先を使いながらこう変化のあるような河川でですね、はい、こう操作の上で曲がりを細かくするのにやはり長さが短い方が楽なんで、その辺を踏まえた上では8号はより操作をしたい人、はい、で9メートルはやはりこう全国的な河川使われる状況だとやっぱりこうオールラウンド的にまあ幅広く使ってもらうのにはやっぱり長さも9メートルあった方がいいと思うんで、まあいろんなシチュエーションの中で穂先を使ってもらうのにはおすすめかなと思います。ちなみに島さんはどちらをよく使われるんですか？やはりこう釣り方からいくと僕の中ではいかにおとりを操作をした上でこう自分の中で楽しみたいというところがあるんで、やはりこう短い8号の方が、より出番が多いような気がしますね。実際使ってみていかがですか？やっぱりこうプロセレクトシリーズの中で、まあ今、VSFW、あるんですけど、はい、特にこう RS なんかは穂先をよりこう強調して使うことになると、はい、やっぱりより使いやすい全体のバランスっていうところもあるんで、その辺を踏まえた上で今回ちょっと、他の機種と比べると標準の穂先は気持ち太くして扱いのしやすいようにはしてます。はい、少し太くしてもこう、はい、アユはこう違和感なく泳げるんですか？そうですね、実際チューブラよりかはソリッドの方がこう曲がることによっておとり自体がそれに逆らう動きがうまく出せるんで、硬い穂先だと基本的には逆らえない状況になると無理が起きるんですね。はい、そんな上で考えるとこの曲がりがよりヒュッと出ることに対してはやはりそのうまくこう引っ張ったり引かれたりの状況でうまく出せるところはやっぱりあるのと、まあ実際他の機種と比べるとちょっと太くしたのはやっぱり他の機種はより先端の曲がりを強調している部分、若干プロセレクトに対しては皆さんにやっぱりよりその感覚を使っていただきたいんで、少し太くしてその辺を扱いしやすいようにっていうところが今回のこのプロセレクトの RS の穂先の特徴だと思います。結構こだわった釣りができそうですよね。そうですね、アユ釣りはやっぱいろいろな釣りの中でいかに、かける状況までのおとり操作からいかにこうかかった状況で、あ、こうやることによってうまくかかったっていうところが特にまあこう操作を優先した竿にはですね、また釣り方には、必要かなと思うんで、特にその辺を特化した竿じゃないかなと思います。はい、今回は島さん監修の2アイテムをご紹介いただきました。今シーズンですね、この2つのアイテムをですね、いろいろなフィールドでうまく使いながらよりアユ釣りを楽しんでいただければいいかなと思います。はい、島さんありがとうございました。ありがとうございました。